番いい名前を頼むぜ。はい、どうも、今回もですね、このゲーム、名前はまた忘れました。多分、一番いい名前を頼む、やったと思います。はい、やっていきたいと思います。では、早速開始。もう毎回ね、この前置きが長かったんでね、おー、ノーマルや赤ちゃんね。これ、ランクがあるらしいですね。うん、ついに私、あなたも女の子なのね。あら、まあ、そうなのね。はい、8ですね。もう、8です。はい、行きます。さあ、決まったみたいだね。まだ私には教えないでほしいな。生まれた時、楽しみに、とっておきたいな。結構キャラ強いな、8。8、結構キャラ強かった。じゃあ、電波。電波は電波ちょっと理解不能なんですけど、ですね、8はですね、数学は苦手でですね、フィジカルはそこまで強くないやろ。海外志向でもないとも安定し、マイペースやねんな、あやつは。あやつはマイペースだぞ。ござるぞ。ござるぞっておかしいな。文学の方がいいんじゃない？あいつは社会が好きな感じしますけどね。なんか、電波って何？生えてくる電波の塔みたいな、塔みたいなんて分かれ。ゲームを思い出すやつね。電波少年じゃない。それ違う。じゃ忘れたんやけど、ですね、電波って何なんやろ。電波って何、ほんまに電波って何。安定思考は1つけときましょう。で、文学センス1つけときましょう。で、電波ね。電波3いきましょう。電波、うん。電波って何はい。じゃあ、行きます。はい、行きましょう。うん、ありがとう。じゃあ、生まれてくるね。電波って、ちょっと、ほんまに不思議でしゃあないけど、バイバイ。うん。人嫌い1になったんやけど、一発目で、父です。で、小説、ええー、なぁ。いいや、いいや、石段、うん。やっぱ女の子やったんやね。やば、原稿で1000枚書けるか挑戦したところ、11で。あいつはぼんやり頑張るんじゃねえの？全力で頑張る風には思わんな。ぼんやり頑張りましょう。成功。ぼんやり頑張るで成功、ああ、オッケー。よかったわ、いいと。うん。戦うって言っとうけども。で、これ、レベル、タカトは50までしかいかんかったよね。俺なんか、結構いった気がする。なんだろう、レベルってない。やっぱ、都市なんかな。はい。はい。うおー！チェリストって何？チェリストって何？一生で稼いだお金、31,329円という、偉人度 C です。はい。俺らよりランク1個上。なるほど。どっちいち、みんな、生活できる分のお金稼いでないやな。大変。どうやって生活したんやろ。一生、貯金が3万ってこと、わからない。はい。見ていきましょう。タカトちゃん、8の人生を。8はまず小説家の子供としてこの世に生を受けました。子供の頃の夢は、音の舞い降りる石段に行ってみること。音の舞い降りる石段に行ってみることって何やねん。どんな?うん。だったようです。はい。ある時、一日で原稿1000枚書けるか挑戦したところ、見事に成功し、これすごいな。何の原稿書いてあるのね。そのことで、冷房は体に悪いと気づきました。ずっと、まあ、冷房つけとったんかな。で、風邪ひいたんかな。てか、今回この画面めっちゃ静かやな。どうした？急に。どうした？まあ、いいか。冷房なんか
なんかバカな感じするよね。冷房体に悪いと気づきました。はい。その後は無言のプレッシャーと戦う毎日を送ります。え？しかし、なることができたようです。あ、しかし最後は正義感でベテラン、チェリストってなんないよね。まあ、音楽のマークついとったけどね。なることができたようです。そして一生大きく高く飛び続ける生活で終わりました。あ、じゃあよかったよね。結果的に俺らの中ではまあ一番良かったんで、偉人の C やし。おぉ、音楽で良かったんじゃないですか。タカトも、エイトも音楽で。俺だけ、なんか、廃人みたいな。あー、なんか、ね。ね。腐ったような人生を送ってましたよ。いやー、稼ぎどんな、多分、うん。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。いやー、よかったんじゃないの。ちょっとランク高いの見えてよかったじゃん。てか、俺ずーっと思ったんやけど、なんなん、この、ハゲ頭みたいな赤ちゃんは。